神宮球場、阪神ファン対策。試合開始前に神宮球場のビジョンで、観戦マナーのお願いが提出された。チーム、選手を誹謗中傷するような野次や、侮辱的な替え歌の合唱はおやめいただきますようお願いいたします。と表示され、温かいご声援をよろしくお願いいたします。という部分には赤線が引かれていた。昨季、神宮球場では近本への支給をめぐって騒動となった経緯もある。両チームのファンが気持ちよくゲームを観戦するためにメッセージが発せられた。試合では5回に1塁ベース付近で阪神大山とヤクルト西川が激しく交錯。グラウンドに担架が運び込まれ一時騒然となりながらも、両チームのファンが頑張れコールを送る場面もあった。最終的に大山と西川はプレーを続行。スタンドから惜しみない拍手が送られていた。試合は阪神が9回に2点差を追いつき、延長10回に佐藤輝が決勝の1号ソロを右中間席に叩き込んだ。雨が降りしきる中、佐藤輝はヒーローインタビューで、ファンの方も寒い中応援してもらって力になりましたと感謝の思いを口にしていた。東京温度のくたばれ読売でしょ。投手交代時のホタルの光はマジでやめた方がいい。これヤクルトファンに言ってるの？神宮で注意してるってことはヤクルトファンへの注意だと思うよ。阪神ファンだろ。相手がいてこそ試合は成り立つのにね。子供じゃないんだから注意喚起されなくてもやめろよ。神宮球場は規制を上げてるのがいるね。くたばれという言葉を応援として連呼するって異常だよな。しかもそれを容認していた時代もあったんだろ。去年か一昨年も注意されてたな。急に六甲おろしを歌い出して、競輪場ですらやじ注意される時代だから仕方ないのかな。侮辱的な替え歌ってどんな歌？くたばれ読売だろ。昇魂込めてをヤクルトファンのせいにしたろ。